はい、それではね、今日はゼロ円ビジネス第1弾ということで、とりあえず資金を山に取りに来ました。さあ、これが果たして売れるのかどうかというところなんですけど、まあ取ってからですね、考えたいと思います。では行ってきます。さあ見てください、フル装備です。何円になるか、カーカーよりはもうじゃあ取ってきますね。いや、さっきの動画で見てもらったと思うんですけど、まあまあ撮ったんで、さあ果たしてあれがいくらになるのかっていうところをね、スーパーに持っていきたいと思います。お願いします、高くなってくれますように。でははい、どうもこんにちは。どうも、はい。いやー、今の動画どうやったでしょうか。なんか草ばっかり撮ってましたけど。なんなあれ。あのすごいな、でも。はい。まあでもあれがもしいいねと思ったら、あれがいいねと思ったらちょっとなんか意味わからないですけど、まあもしあの面白そうやなと思ったらチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。はい。あれやな、ついにやったんやな。ついにやっちゃいました。もう晴れての念願のもう数ヶ月やるやると言いながら、あ、やるやる詐欺や。はい、やるやる詐欺、もう僕が一番やるやる詐欺してたんで。いやー、もうやっとですね、もう多分3ヶ月ぐらいですかね、多分やるやる言いながら、うん、うん、でいろいろやっぱリサーチしながら、あれがいいこれがいいこれやったらできるとかいろいろ探しながら探してるという名に名のもとはあんまり動いてないとやれることがあるのに。せやんな。はい。せやんな。はい。うん、だから今日はちょっと気合い入れてバックもお互いな甲子園になってますけれども。まあそんなのは、あのまあまあまあ、まあ、まあ頑張っていこうということでね。で、はい、今回の心理が本当にね、ゼロ円から僕ら初めのうちにずっとやるやる言いながらね、ゼロ円からのスタートっていうのを今回ついに、ついについに、もう拍手。まあ、いくらになったか、こうご期待で、はい。いや、まあ、実は、まあ、あれが、うん、あれ、何してきたかというと、お榊。ちゃうやん。違う、式日。おい、間違うなよ。仏壇の方や。仏壇の方、お墓とか仏壇の方に使う、式日、式日、まあ、いろいろ言う人おると思うんですけど、あれを取ってですね、スーパーと連絡を取り、うちの、式日を買い取ってくれんかと交渉をしまして、ほな、じゃあ一回、持ってきてみてくださいっていうことやったんで、まあ、バケツ2個分ですね、バケツ、ちっちゃいあのよく見るサイズのバケツ2個分を、お仏壇屋のサイズ、まあ、25センチぐらい、はいはい、高さにして、ちょっとくるっとまとめて、はい、合計21本かな、を、スーパーに卸しに行ってきたんですよ。ほうほう。これ多分前の動画ではまだ言ってないと思うんですけど、売れた金額いくらやったと思いますか。いくらや。僕だってあれやろ、14なんはあれやろ、じいちゃんの家の裏山やあるやつを取ってきただけやろ。もう山ん中にあるやつを。だからどっかの山から盗んできたわけちゃうやろ。あ、違います違います。ちゃんと
僕が取っていいところの敷地から取ってきたんで、そこはそこ重要やからな。あのパクってきたら捕まんねん、ほんま。そこだけはしっかり言うときますね。ただ、ということはですよ、本当に0円なんですよ。それは何？自生してんの？植えてんの？もともと。あれは、どっちなんやろ？そこちょっと詳しく聞いてないんですけど。でもあれやろ？さっき聞いたら、右側が仕切りで、左がお酒、お榊なんやろ？すごいな、ダブルであるってのがすごいよな。もう全部金見えました。あのうちなんかも田舎ではあのお箱の横に植えてるけどな、なんかな、すぐ取れるように。あひきびは植えてて、そこからちょきちょき切って入れたりとかね。それめっちゃ便利ですね。便利やけどもね、まあそんなことやってたりとかね。へー、まあいろんな、あのお榊とかも高いやん、ほんまにね。高いですね。で神棚やってると必ず買えなあかんしな。うん、枯らすわけにいかんしね。はい。うん、でお墓もね、やっぱ一応まあ行く方はね、ちゃんと置いとかないとね、やっぱりね。うん。定期的に必要なものなんですよね、あれは。そう。だから前から言ってたやん。すごくこれって面白いよなー言ってたけど、はい、言いながらなんか死にもやるやる言いながらやるやる詐欺やったから。そうなんですよ。ただまあ今回しっかりやりまして。はいはい。なんと。はい。じゃじゃん。1500円になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。儲けちゃいました。1500円、0円もんな、食べれる。すごいね、ほんとゼロからスタートでお金になるんやっていうところは、ほんとね、あなんか楽しくてちょっと感動したんですよね。せやろ。はい、せやね。これがほんとの01かと思って。うん、いやほんとあのあまりもんを打ったわけでもなく、うん、ちゃんとしたね、これはビジネスなんでね、正直。はい。はい、だって、ほっといたら勝手に入ってきて、勝手に枯れて落ちていくものを、切ってまとめて持っていったら売れたってことやからね。そうです。いや、ほんと単純にそれだけなんですよ。だからほんと、周りにある、ほんと落ちてる石ころでもお金になるかもしれない。それはもともとやったストーンビジネスやん。あ、あるんですか？え、知らない？はい。